はい、どうもこんにちは、田辺です。いやー、今回はですね、買ってしまいました。はい、こちらでございます。これ何かっていうと、もうここにね、メーカーのロゴ出てるのでお分かりだと思いますけど、BOSEのノイズキャンセリングヘッドホンでございます。はい、こちらですね、私のチャンネルではノイズキャンセリングのヘッドホンとかイヤホンとかを、結構いろいろレビューしてきているんですけども、その都度リクエストが非常に多くありました。特に私の方では、ソニーとかゼンハイザーとか、そのあたりのノイズキャンセリングのヘッドホンをよく使ってるんですけど、そういった動画のコメント欄でも BOSEと比較してどうですかっていうコメントがすっごく多かったんですよ。で、私ですね、BOSEのヘッドホン自体は一度も使ったことがありません。はい。で、BOSE製品自体は、実はそこにね、BOSE のスピーカーとかありますし、今の方にも BOSE のスピーカーとかあるので、普段使っているスピーカーは BOSE なんですけど、ヘッドホンの方は使ったことがなかったんですよ。興味もあったし、ちょっと実際私もね、ソニーと比較してどうなのかっていうところが、結構気になっていたので、ちょっと今回ね、年末ですけど、1台、こちら、BOSEの最新のノイズキャンセリングヘッドホンの、700というものをこちら購入してみました。ちょっとこれからね、こちらを開封して、実際に音質をチェックしたりとか、あとノイキャンが実際どの程度なのか、今のところ私のうちにあるノイズキャンセリングが最強なのはソニーだと思ってるんですけど、それを超えてくるのかっていうところをチェックしてみようと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。まず箱の時点でね、結構やっぱり高級感ありますよね。というか BOSEのノイキャンはね、結構高かったです。はい、購入価格で4万6000円ぐらいということで、ちょい高だったんですけど、高いには高いなりの理由があると思いますので、その理由を見つけられるのかというところをちょっとね、今回楽しみにしています。じゃあ開けていきましょう。お、ちゃんと開けやすいようになってますね。よっ。はい、こちらが箱ですね。すっごい可愛い。すごい可愛いケースに入ってます。で、ケースの質感もやっぱめちゃくちゃいいですね。革っぽい質感になってます。で、スタートヒア。あ、これが、説明書ですね。多言語の説明書がついてますね。で、一応この BOSE のノイズキャンセリングのヘッドホンって、スペック的な話で言うと、いろいろすでにチェックしてるんですけど、ノイズキャンセリングの性能が圧倒的に高いという話らしいんですよ。だからそこがまず楽しみっていうところと、もちろんノイキャンだけじゃなくて、外音取り込み機能も入っているので、そのあたりが実用的なのかってところですね。その辺も気になっています。よし、じゃあ行きますね。パカッと、お、かっこいい。あ、かっこいいな、これ。ちょっと待って。このなんというか、エルゴノミクスデザイン的な、これがすごいですね。ちょっと未来感あふれるデザインになっていて、一味違うな、これは。はい、こんな感じになってます。今回こちらシルバーにしたんですけど、ブラックももちろんあります。かなりこれかっこいいですね。で、中の方にこれうっすらね、これ L と R って書いてあるので、間違いないですね。こうつければいいよと。で、ここに USB Type-C のケーブルが刺さるところと、ちょっと待って、ここなんかね、なんか入ってそうだな。よっ。あ、ケーブル入ってます。あー、これね、片側がちょっと 3.5 ミリじゃない、これ細いケーブルですね。ヘッドホンの下の部分に刺さるところがちょっと細いやつになってます。はい。だけど、有線でこう接続をして、もう片方の方はこれ、3.5 ミリの、オーディオジャックなので、対応のプレイヤーとかに有線ケーブルを挿して音楽を聴くってこともできますね。で、それからこちら接続用の USB Type-C のケーブルが入ってます。で、ケーブルの質感がね、かなりいい感じですね。付属品としてはこんな感じ。ケーブル2本が入ってるということですね。はい。あと、こちらのケースが入ってます。じゃあ、ちょっと早速まずはつけてみましょう。はい。この時点で遮音性が高いですね。すごい耳がすっぽり覆われているので、これすごいぞ。これヘッドホンではなかなかない感覚ですね。あ、なんかこちらの耳のところのパッと見ると、耳が入るところがちょっと深くなってるんですよ。ここの穴がね。で、ここにすっぽり耳が入るから、こう装着した時に耳が全く痛くないし、それでいてノイズキャンセリング入ってないんですけど、この時点でかなり遮音性が高いです。これかなり期待できますね。で、あとね、ちょっとここなんですけど、こんな感じでここずらしていくことができるんですよ。で、なんかピロピロこれ動いて取れそうになってるんですけど、取れることはないですね。しっかり装着されているので、ここでこうニュッとずらしながら、自分の耳がちょうどいい位置に調整していくことができると。この作りが他のヘッドホンとは違って、かなりこれ未来感があります。で、こう装着した時もこんな感じ。結構かっこよくないですか、これ。じゃあちょっとね、これから実際にこちらで音楽を聴いてみて、
これから音の感想をお話ししていきたいと思います。あとノイズキャンセリングの性能とかもじっくりチェックしてお話ししていこうと思います。じゃあしばらくね丸1日ぐらい、じっくり使ってみたいと思います。はい、ということで次の日になりまして、じっくりですね、こちら BOSE のノイズキャンセリングヘッドホンを、使い込んでみました。まあ、とりあえず1日ですね使ってみて、あとソニーのね WH-1000XM3 と比較してみてどうだったのかっていうところをお話ししていきます。でまずねヘッドホンといったら一番大事なのはまず音質ですよね。で私あの BOSE のヘッドホンとか、まあ、イヤホンも含めてですけど使うの初めてだったんですよ。なのでなんとなく想像としては BOSE の音って結構重低音でガンガン攻めてくるんじゃないかっていうイメージが強かったんですよ。で実際にこれ使ってみてどうだったのかっていうと、思った以上にですね、綺麗です。で重低音も、もちろん迫力あるんですけど重低音でガンガン攻めてくるっていうわけではなかったですね。結構高音とかあと音楽を聴いてる時のボーカルとかもしっかりクリアに聞こえて、まあ、思った以上に音質の品質も高かったように思います。ただいろいろ私最近ですねいいヘッドホンとかも使ってきてるんですけどワイヤレスのノイキャンヘッドホンとして最強の音質かっていうと最強とまではいかないと思います。だけど想像していたよりはずっと良かったっていうところですね。ちょっとね音質の比較とかねもっと詳しいところはもうしばらく使い込んでから、まあ、年内に出したいと思ってます。ただまあ実際ね、まあ、他のいろんなヘッドホンとかと比較をしていない人だと多分これ聞いて音が悪いって思うことはまずないですね。非常にクリアな音質だと思います。で、まあ、今回ですね一番期待してたのは実は音質じゃなくてノイズキャンセリングなんですよ。BOSE のノイキャンって本当にすごいっていう話をもうよく聞いてたんでそれには期待していたんですけど、実際どうだったかというとノイキャンの性能はですね想像を超えてました、はい、私が今まで使ってきたノイズキャンセリングのヘッドホンだと、まあ、ソニーの WH-1000XM3、まあ、これが今のところノイキャンは一番強いと思っていたんですよ。だけど、BOSE を使って私の中でノイキャンヘッドホンのノイキャン性能の1位が変わりました。こっちが強いです。これはねもう体感でも間違いないですね。ちなみにノイキャンなんですけど、こちらにですねボタンがあってここがノイズキャンセリングを調整するボタンなんですけどデフォルトの設定だとノイキャンが0かノイキャン5かそしてノイキャン10かっていうね3段階でこのボタンを押しながら調整できます。で0にすると実際はノイキャンが0っていうよりは外音取り込みモードになっています。だからまあ周囲の環境音とかが聞こえるモードになるということですね。で、まあ、5だとまあ中間ぐらいなんで、まあ、そこそこ消すみたいな感じになります。で10だとパワーマックスなんですけど0から10に切り替わった時の違いがものすごいんですよ。もうね感動するぐらいこの周囲の細かい環境音とかがスーッと綺麗になります。でそのスッと綺麗になる強さはソニーですってかき消す音を超えてます。はい、なので、まあ、飛行機とか乗ってる時とか、まあ、結構ねうるさいところで音楽を楽しみたい時は、一番これノイズをかき消して、静かな空間の中で音楽を楽しむことができると思います。まあ、そういった意味では最強と言ってもいいかもしれません。はい、ちなみに0と5と10ってね、3段階になってるんですけど、BOSE のアプリ BOSE ミュージックっていうアプリがあるんですけど、その中で細かくね実際は0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の11段階で、どこに設定するかって細かく設定することもできます。でボタンを押した時に3個ねどの段階で調整するかっていうのも選べます。ノイズキャンセリングに関しては結構自分好みにカスタマイズができるようになってます。うん、その辺もいいですね。でちなみにこのボタンなんですけどこうやって音楽を聴いてましたと音楽を聴いてる時に話しかけられた時にここ長押しするんですよ。でこう長押しするとスッと自然に音楽が止まってもう今、外音取り込みモードになってるんですよ。これがいわゆる会話モードっていうものらしいんですけど、まあ、音楽聴いてる最中に話しかけられた時にここを長押ししたらすぐ会話できるっていうやつですね。これ外さなくてもいい。で今私の声、まあ、このマイクから入ってきてるんですけど、外音取り込みモードめちゃくちゃ優秀です。これはすごい。少し前に AirPods Pro で外音取り込み機能があれすごくてイヤホンつけてるのに外音取り込みモードオンにしたらイヤホンつけてないのと一緒っていうぐらい自然に周囲の音とか聞こえるんですけどこの BOSE のヘッドホンねそれに近いぐらいです。こうヘッドホンしてるんですけど実際これヘッドホンしてないのと一緒っていうぐらい周囲の音とか今喋ってる声とかが自然に入ってきます。これはすごいと思いました。
だからノイズキャンセリングと外音取り込み機能、この2つの重要な要素がこの BOSE のノイキャンは、とにかく優秀です、で外音取り込みモードも私ね、ソニーと比較してみたんですけど、ソニーより圧倒的に優秀です。でソニーは外音取り込みモード入ってますけど、それオンにするともう明らかにマイクで音を拾って、その音をこのヘッドホンのスピーカーから出してるなっていうのが分かる音なんですよ。ヘッドホンつけてる外音取り込みモードっていう感じなんですけど、 BOSE の場合はその次元じゃなくて、これで外音取り込みモードをオンにしてるとヘッドホンつけてないと言ってもいい、感じなんですよ、そういうところがすごいと思います。まあ、もちろんヘッドホンなんでこう装着してる感はあるんですけど、聞こえてくる音に関しては、自然でヘッドホンつけてないのと非常に近い音だと思います。結構音を大きくして音楽をガンガン楽しむ時ももちろんいいんですけど、そうじゃなくてちょっと控えめな音質で、まあ、日常生活の中に音楽を取り入れてなんか作業したりとか、そういう時なんかも、使えるんじゃないかなと思いました。あとなんか買い物とかしててレジ行く時とかにヘッドホンを外して音楽止めて、お会計するとかじゃなくて、この状態で会話モードオンにして、お会計するだったら、まあ、店員さんの声とか も全く問題なく聞こえるので、そういう使い方もできるかなと思います。はい、で次ですね、ヘッドホンとして大事なポイントまだまだありますよね。そう、装着感です。で装着感は、まあ、私も最初に開封してつけた時点で言ってますけど、最高です。この装着感は今まで使ってきたヘッドホンの中でも最高だと思います。やっぱり耳がね、すっぽりこの中に収まって全く圧迫感がないんですよ。すっと耳が収まって、全く締め付けられる感覚とかがなくて、ヘッドホンなんだけどヘッドホンらしからぬこの装着感の良さがあります。もう何時間とか連続で音楽を聴いたりとか、飛行機の中でノイキャンオンにして、まあ、映画とかをこれで見たりしても快適だと思います。はい、そんぐらい装着感良くて長時間つけるのに適しています。で何よりね、軽いんですよ本体が。一応測ってみますけど、197g ですね。非常に軽いです。だからヘッドホンつけてっても重くて疲れるってことが全くないです。ソニーはどうかな、225g ですね。だからまあソニーも結構軽めですけど、そのソニーよりもさらに軽いんですよっていうところがすごいんですよね。そしてあともう一ついいところはこのデザインですね。まあデザインはね、本当にかっこいいですねこれ。私が今使ってるヘッドホンの中では最も未来感のあるデザインになっていて、非常にかっこいいです。よくできてんなと感じますね。デザインもいいし、この頭のね、ここの素材何なのっていうぐらい、これプニプニしてて気持ちいいんですよ、こことか。はい、あとイヤーパッドのね、このパッドの部分も柔らかくて気持ちいいです。でここの部分は実際耳にはあんまり触れなくて、耳はこの中に入っちゃうので、ここは耳の周りにふっつくことになるんですけど、まあここ柔らかいから、すごい耳につけてる時も気持ちいいんですよ。はい、っていうところですね。でまあ音質に関しては多分ソニーの方が面白いです。というのもソニーってね、ソニーのヘッドフォンズっていうアプリがあるんですけど、こちらですね、このアプリがあって、そのアプリの中でイコライザーとかでね、結構いろいろ音質を調整できるんですよ。で私は今このエキサイテッドとかにしてるんですけど、結構自分好みの音質に好きにコントロールしてカスタマイズができますっていうところがあって、まあ、カスタマイズをしたソニーの音と、まあ BOSE の音で比べると私若干ですけどソニーの方が好きかなっていうところがあります。で BOSE の方は、こちらですね、 BOSE ミュージックっていうアプリがあるんですけど、ノイズキャンセリングのコントロールはできます。だけど音質のイコライザーとかね、そういう機能はこのアプリの中に入ってないんですよね。まあデフォルトの音はすごくいいので問題はないんですけど、まあちょっといろいろ変えてって楽しむっていうところがないですね。であと普段の操作感なんですけど、ここがノイズキャンセリングで、ここがまあ Google アシスタントとか、まあ、ボイスアシスタントを使えるボタンですね。でここが Bluetooth ボタンですね。であとこの右の方のここにタッチセンサーが入ってるので、センサーで音量のアップダウンとか音楽の再生停止とかできるんですけど、タッチセンサーの感度めっちゃいいです。でスッとこうなぞる感じで音量を上げたり下げたりできるんですけど、その感度めっちゃいいのでかなり使いやすいと思います。でソニーの方もタッチセンサーでこう音量のアップダウンできるんですけど、なんかねこう一個ずつピッ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 って上げていく感じなんですけど、 BOSE の方はこうなぞりながら上がっていく、なぞりながら下がっていくみたいな感じなので、直感的に操作しやすいと思います。はい、ということでまとめになるんですけども、まず BOSE のノイズキャンセリングヘッドホン700っていうのなんですけども、丸1日使ってみて良かったところは、
まず音質に関しては最強ではないけれど、思っていたよりもずっと良かったです。でノイズキャンセリングは最強です。はい。であと外音取り込み機能も、最強です。であとデザインとこの装着感ですね、最高です。はい。だからノイズキャンセリングを特に重視して快適に使っていきたいっていう人には、かなりおすすめできるヘッドホンかなと思いました。まあ正直まだ私これ使ってまだ1日なので、まあもうちょっと使ってみないともっと細かい意見とか出てこないんですけど、ちょっとしばらく使ってみて、で今年中にですね、まあノイズキャンセリングヘッドホンのランキングねやりたいと思ってますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。